るほど。だから VR ウイルスの保持者は同じクラスにまとめられるんですね。そういうことなら仕方ないか。クズ竜と一緒のクラスでも我慢するよ。パートナーなんていらない。どうせ私以外はみんな死ぬ。そうならないための治療でしょ。そんなこと言わずに力を合わせて頑張りましょうね。一時的になら組んでもいい。私の目的の邪魔をしないなら。もちろんそれでいいわ。ランカさんもいいでしょ。まあそうしなきゃ治療できないって言うなら仕方ないよね。よかった。じゃあリンカさんもランカさんもモモさんも今日からお友達ね。友達じゃない。なれなれしく名を呼ぶな。それとお尻を触るな。あら、ごめんなさい。あ、よかった。話はまとまったみたい。それじゃあ入島許可証を船に忘れてしまったのですが、入島の手続きをお願いできますか。私たちすぐにでも治療を受けたいんです。そう簡単にはいかないんだけどね。え、どういうこと。いくら VR ウイルス保持者でもそれをコントロールする素養がないものはいらないの。言い換えれば治る見込みがない子は他の島で治療を受けてもらうわ。それは困ります。私たちちゃんと病気を治して家に帰りたいんです。では入島試験を行います。まずはリンカさんとランカさんからよ。ついてきなさい。あ、はい。ここで何をするんですか。難しく考えることはないわ。いつも通りに能力を使えばいいだけ。能力って言われても。でも思いっきり暴れればいいってことでしょ。ランカちゃんはいつもそうやって簡単そうに言うけど、相手は全てロボットだから手加減の必要はありません。心配なら私がやろっか。うん、今回は私がやる。私たちの力をしっかり見せてちゃんと治療してもらわなくちゃでしょ。準備はいい。いつでも始めてください。リンカさんがリブレイター、ランカさんがエクスターということね。さてどれほどの可能性を秘めているのかしら。では神楽坂リンカランカの入島試験を開始します。行くよランカちゃん。お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。うっ、えい。いくらでもかかってこーい。うっ、りゃそりゃー、もてりゃー、はっ、おりゃ、うっ、よっ、これで決め。そりゃー遅いよ。うっ、進めるよ。これじゃあ全然物足りないよ。うん、吹き飛べ。くらえ。はっはっ、やっはっはっ、やっ、50コンボ突破。おりゃ吹き飛べ。やっ、おりゃ、うん、はい、うん、遅いよ。進めるよ。いくらでもかかってこーい。はい、いけるよ。なめないで。はい、おりゃ、よっ、ターン、見切った、ターン、よっ、うっ、やっ、ターン、よっ、やっ、うっ、よっ、ターン、これは痛いよ。よし、いっちょ。
だよ。あれ、もう終わりみたいだね。試験なんて言うからもっと大変なのかと思ってたんだけど。リンカさん、ランカさん、二人ともお疲れ様でした。入党試験は合格よ、おめでとう。ま、当然ってところだね。私とお姉ちゃんが組めば向かうところ敵なしだもん。あの、マナちゃんとモモちゃんはどうなったんですか？あの二人なら、あの程度が私の実力だと思われるのは不本意だ。まあまあ、試験は合格だったんだからよしとしましょうよ。そっちも合格だったんだね、よかった。二人も合格だったんですね、ほっとしました。二度と私の足を引っ張るような真似をするな。ごめんなさい、あれでも一生懸命頑張ったんですけど。あっちはなんだか揉めてるみたい。合格なんだから素直に喜べばいいのにな。では改めて、ようこそビクニへ。今日からここがあなたたちの住む島よ。ここで私たちの新しい生活が始まるんですね。その通りよ。いろいろな施設があるからこれから案内するけど、まずは入党の書類を片付けちゃいましょうか。あれ面倒なのよね。彼女たちの入党手続きならすでにこちらで済ませました。あら、月影さん、助かるわ。書類とか手続きとかつい面倒で後回しにしちゃうのよね。ビクニの理事長であるあなたがそんなことでは困るんですけど。まあまあいいじゃないの。あの理事長先生、その子は？ああ、ちょうどよかった、紹介するわ。月影小春さん、あなたたちと同じ VR クラスの生徒よ。月影小春です、よろしく。あの、私は神楽坂凛花さんでしょ。それと妹の蘭花さん。はあ、名前覚えてくれてるんだ、嬉しいな。そちらが九頭竜桃さんと稲川真奈さんね。今日からこちらでお世話になる稲川真奈と申します。どうぞ。はあ、綺麗な子だな。困ったことがあれば何でも相談してください。同じ治療プログラムを受ける者同士、力を合わせて頑張りましょう。うん。そういえば月影さん、バイオラさんと一緒じゃなかったの？いいえ、今日は顔を合わせてません。呼び出しましょうか？いいの、そのうちどこかで会うでしょう。この島は広いようで狭いから。これから彼女たちを案内しようと思うんだけど、月影さんも一緒にどう？遠慮します、他にもやらなければならない仕事があるので。行っちゃうの？ちょっと残念だな。私たちはクラスメートです。少し経てば顔を突き合わせて学ぶことになるわ。それもそうか。じゃあまた今度ね、小春ちゃん。ええ、いずれまた。ではビクニを案内するわ、ついてきてちょうだい。